これは一回か。取れない。とりあえずさっきのばあさんに氷をぶっかけとこう。ばあさん冷えるか？冷え性のばあさんにはきついだろう。ダメか。ちょっとばあさんと戦う条件がまだわからないな。さっきの部屋にテレサはいない。ちょっと1階まで戻ろう。ノンストップ。多すぎだよ。どうしようかな。火取ってきて先に上行こうかな。と思ったけど火結構遠いか。火は後回し。先にこの階の鍵を開けてからにしよう。ここだっけ？来た来た。おお、ビリヤードしてる。俺が疲れるのかと思った。はい、おお。なんか攻撃されてるー。なんかビリヤードの球をぶつける系か。よくあるパターン、敵の攻撃を利用する系のね。来た来た。でこう溜めたやつをこうぶつける。ピカンってならない。なんでブレイクショットに3個しかしないの。9個ないの。9個みたいな。よし、ギリギリ50超えたな。もう1回でいけるかな。ビリヤード結構面白いよねみたいな。なかなかうまくいかないけど。これファールだよね、明らかに。こいつうん、2回目はちょっとひどかったな。台からボール飛んでっちゃってるじゃんみたいな。お前下手くそだろう。しかも打った方向と逆に飛んでるし、逆にすげえよ。まあさすがに16ぐらいなら持っていけるだろう。いただきまんます。また古い表現。これお金だよな。多分宝箱の色で意味が違うのかな。そんな気がしてきた。青は鍵、緑はお金みたいな、そんな感じに分かってるような感じがする。カモンテレテレ坊主、テレッパーアカンビー。あ、やばい、逃げられる逃げられる。逃がさん。あれ、逃げられてる。いたいた。キノコさんもいるのによくそんなとこにいますねみたいな。ヤッホー。よーし、今回は特別にいいことを教えてやるぞ。弱いお化けがうようよいるね。
セニョール無事というあのお化けの描いた絵だったはずじゃ。これさっき聞いた。ヤマンバー。そして聞いてる間にヒットポイント回復のハートが消えてしまった。なんという寂しさ。娯楽室、これはスクリーン、遮影機、ゼロが始まるのか。始まりません。回復。おし、スクリーンから何か飛び出してきそうな、そんな空気がします。これスピーカーか。でっけえスピーカーだな。スピーカー高いもんな。昼ご飯なん食べるんですか。まだ決めてないよ、それは。着いた。どうなる。あ、雑魚か。大量の雑魚出現的な感じか。で、雑魚倒し終わったらスクリーンにすごいのが出る的なね。そんな、大体そんな感じ。ギャグ漫画日和って感じで。とりあえずまずは雑魚。よー、やばい、ちょっと早いってペース。近い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 。わかりやすくてありがとう。無限ループ系だったら嫌だな。痛い痛い痛い。実はいつまで経っても終わらないとかだったら嫌だぞ。トナトナ。いや、なるほど、終わらなかったっぽいね。ほら、テレサだ。でかい。赤は、あ、赤はこれね。まだ手汗で湿っているぞ。これは何なんだ。まだ吸い止めるか。これ以上は無理か。あれ、偽物だった。じゃあここだ。ひょいっと僕テレク、テレク様、逃さんぞテレク様。よーし、蝶のように舞うテレサを蜂のように仕留めたな。あ、あのメッセージ終わった。でまた占い師のとこ行って、ついでに炎を回収してさっきの無限ループ行こうか。ゴーストバスターズとか古い気がするんだけどな。俺たちゴーストバスターズ。まあ元ネタは間違いなくそれだと思うけど。お化けは掃除機で吸うものっていうね、そういう常識を作ったのはゴーストバスターズ。どういう常識だよ。カモン。ずっとつけたらいいだけか。なんでカチカチしてたんだろう。ティルリルルン、よろしく。よかろう。手汗で湿っておる。そこにこだわるな。気ませり、急に霊感が湧いて気ませり、力という力が湧いて気ませり。マリオの姿を、いいから早く教えてくれよ。キング、キングテレサじゃと。それは知ってた。いたよ、さっき。湿っているってことは雑菌も大量にいるな。不衛生だね、マリオの手袋。某夢の国に行った時ね、
友達があの某有名ネズミのでっかい手袋みたいなの買ってて、あれ一発ネタだよなって思って、はめれるわけじゃないもんね。ちょっとこの炎のまま無限ループのとこ行こう。ちょっとマリオとね、もう言っちゃうけどミッキーの声って結構似てるよねっていう。寝るときに手にはめるとかできないのか。なんかあの 棒を刺さってたような気がするんだよな。手入ったっけな、入ったような気もするな。まあ夢の国に行ったのだいぶ前だからな、あんまり覚えてない。よし、全部ついた。何？勝手に動いて真ん中に。さらに色が変わる。温度が上がったのか？何？いけるようになるのかと思ったら、ヘイホーじゃん。マスクをよこせ。いけるようになったのかと思ったら、むしろトゲ出ちゃったよみたいな。痛い。もう一遍つけ直すのかな。多分倒すんだと思うんですけどね。2匹同時。まずはそれをよこせ。まずは緑のお前からだ。とりあえずこれで OK。 どうやらもう一回付け直す必要はなさそうだから、テレテレ坊やだけ回収して。爆弾でした。危ねえ。テレシャ、テレシャさん、微妙に言葉足らずな感じがするテレシャさん、逃がさんぞテレシャよ。そこはダメだって。どこ繋がってるんだ。遠いな。後回し。テレシャテレシャってこの子供が呼んでるみたいな感じ。幻想の部屋、なんかファンタジーなところが現れたぞ。これは天体望遠鏡を覗けってことだね、どう見ても。一応調べといてから。ん？調べらない。はい、調べれた。おお、綺麗じゃないか。地球？何を見ているんだお前は。てるるるる、ぬ、なんだと？レインボーロードみたいになってる。これ降ってくる星を吸い止めるのかな。吸い取れたのはいいが、これをあの地球めがけて発射する。地球っぽいのに当てるのか、むしろ実は道がある的なことがわかる。どうだ、全然わかんない。あ、これ以上いけない。いや、やっぱあの地球っぽいの狙うんでいいんだ。月じゃない。こう、月には見えないんだけどな。まあもうちょい、もうちょいこっちか。だいぶずれるな。でもうちょい右だな。これぐらい？もうちょい左。次ぐらいでやってる。万華鏡車輪眼の力でそうなったのか。
いつから現実だと思ってた？微調整がしにくい。これぐらいか。いけ。当たったな。よし、光った。爆発した。なんだと。もう少し左に移動して。レインボーロードのような、ちょっと違う。あ、マリオの忘れ物スター、どこに忘れてんだ。忘れ物じゃねえ、落とし物だ。行きはよいよい、帰りは怖い的な感じか。なんかに追われながら逃げ戻ると。まあ、スターゲット。これで無敵だろ。なんとも言えない輝きだ。無事帰れるんですかね。何かに追われないんですかね。何かイベントがあるかと思ったら全然そんなことはなかったぜ。ここテレサいないのか。ルイージは世界破壊好きを取得した。じゃあもう一度行きますか。ばあちゃんどうやって戦うんだろうな。じゃあ取ったらパワーアップしないのか。マーリー、予測じゃないってここだ。とりあえず俺はこれを燃やすとかどうよって思ったんだけど、燃えないかな。燃えないな。ばあちゃんは燃えないの。もう燃え尽きてるのさみたいな。いい男、ちょっと遊んであげようかしら。遊んでくれないのかな。ちょっと遊んでくれませんこと。壁を燃やして全てをなくすという手が。そうなんだよね。マリオ捕まってなかったらいっそのことこのマンション燃やしちゃうってのもありだと思うんだけど、まあそうもいくまいっていう。あ、落ちた落ちた。これでいいんだ。でこれをおうおうって、微妙にホーミングあんのかみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、何？あ、そういうことか。これ繋がってるんだ。ばあちゃんこれ使ってるから。これ引っ張れるんだ。これぶつけたらいいのかな。微妙に、おお攻撃してきた。消えた。ん？消えた。完全に消えた。出直しか。復活してる。まあ戦い方はこれで良さそうな感じですね。笑うんじゃねえよ。あれ、Cスティックを左右逆にできないのかなこれ。で、合わせて直撃。しかし吸い取れない。攻撃始まった。まだか。3発全部当てないとダメなのかな。外したら、外したら消えた。一応3発全部当てるの手でいこう。もう1発どこだ。
よし、半発全部当ててやっと攻撃できんのか。50は行きたかった。あ、復活してきた。もう一回当て直しかと思ったら帰ってきた。しゃあ、いったー。ちょっと前に宝箱の色できっと意味が違うんじゃないかとか言ってたけど、どうだ、青色は鍵、ほら合ってた。で、緑は金ね。これは2階の祖父母の部屋の鍵をゲットか。あ、行けなかった、あそこだ。マリオ、この掃除機ゴミ吸いすぎてつまらないのだろうか。そこは大丈夫だよ、小山博士。テレオちゃん待って、小山博士の作った最強の掃除機ですもの。野賀さん、野賀さん、早い早い早い。だがもう逃げ場はない、人類に逃げ場なし。美しい華麗なる技、とくと見せてもらったわ。どこで見てんだ。また占い師のところに戻ろう。無視するのが一番である。早くここの鍵開けてんだけど、回り道するのめんどくさいよ。やぶー、遠い遠い。ちょっとここ見とこうか。結構埋まったね。あそこの一個空いてるのすごい気になるんだけど、これなんだろう、倒し漏れてんのかな。普通に考えると、マップの色で終わったか終わってないかが分かんのか、もしくはこうエリアなんぼかって、そういう色分けかな。キラーン、まスターを占ってもらいましょう。面白いもの持ってきたぜ。それは面白い。マリオのスターではないか。分かったから。もういいよ。早く教えてくれ。出る手動ぜ。聞こえるぞ、心の叫びが。テレサの力、不思議な力について何か言いたいのじゃな。うん、それ分かってる。多ければ多いほど強い力となる。おばきゅうなるものを恐れておる。あと一つ。マリオのスター、少し錆びているな。まあ、さっきのばあちゃんの部屋がまだ行ってないから、そこ行こう。こっちに逃げられたテレサいるかな。確か、ここに逃げ込まれたんだよな。いるいる。赤くならない。おお、お金が。これか。また会いましたね。逃さんよ。ゲイっていう。よし。いいペースで。20%。40%達成。じゃあばあちゃんのところに行きましょい。もうばあちゃんはいないんだよな、さっき捕まえちゃったから。金金金、
子供部屋？あ、いたところがばあちゃんの部屋だっただけだよな。ここは子供部屋でいいのか。またこのポスターある。二段ベッド。な、普通の敵か。ゲームキューブかこれ。違うか。キューブがあるのかと思ったけど、違うかった。回れメリーゴーラー。あわー、子供が現れた。あんた、そんなところで一人寂しく何してんだ。本当何やってるんだ。かくれんぼして遊ぼうぜ。一緒に遊ぼう。部屋の外で待ってろよ。部屋の外に行ったよ。早く隠れて。もういいよ、早っ。うっす。箱。なんだこれ、ランダムか。わーいわーい。来いよ。何？これもしかして当たり来るまでひたすらやり続けるのか。なんかヒントがないんかないのかな。煙で吸ったらわかるとかなさそうだな。噛んでいくか。正解。やるで、やるよ。もう一つ。噛んだ。あ、当たった。大人ってずるいね。生かしてはおけないね。お前のがずるいわ。飛行機に乗って顔、戦い方がまずわからん。痛い痛い。爆弾爆撃してくるだと。なるほど、乗り物を撃破してライチ。2匹同時だからところどころ分けながらの方が安全に戦えそうな感じ。そしてそのままの流れで吸い込める。光当てなくても。青とりあえずまず1匹ゲットです。あとは君だけだよ。おとなしく一緒に捕まったらどうだい。なんかなかなか途切れないな。お、一発でいけた。これはメダルだっけ。この色は。おう、これはドタ靴だ。なんだか懐かしい感じがする。登れるし。あ、普通はこうやってやるのか。いや違うのか。よくわかんねえや。テレちゃん、テレミオです。テレミオちゃん動き早い。何、騙された。笑われた。そうだよ、そこダメなんで。そこもダメだった。よくもやってくれたな。あそこの植物に水をやりたいとか前思ってたけど、水がない。水が、あれどこだ。上か。よくも笑ってくれたな。
俺の恨みはでっけえぜ。フィニッシュだ。失敗した。導いた。導いた。ヤマンバハ。さーて最後の一つ。これで道は開かれる。エントランス。ここですか？ここですか？遅いですね。お別れです。神罰です。